スタジアム立ちたくね。突然の何スタジアムが有名ですか？味の素じゃないですか？ちょっと求めてるものとは違いましたね。なんか有名なのありますよね。有明コロシアムです。自分で言うて笑ってる。横浜スタジアムですよ。おお。なんで有名か、ワンオクロックさんが。そうなんですよ。横浜スタジアムでライブをやったんですよ。だから多分僕ら的には知名度が高いのかなと。で、僕らも横浜スタジアム立ちたいんですけど、立てないんですよね、人気がないから。まあまあ現状考えました、できる方法を。 できることになりました。あの、本当に立てますよ。だから立てんの？はい。まあ立つのは僕らではなくお客さんなんですけど、荒野行動を僕やってたわけですよ。ふん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 。あ、サッカーあるやん。え、これスタジアムじゃね？俺は気づいてしまった。そこでライブをすれば俺たちがスタジアムに立ってるのと同じやなと、はい、でもしそこでスタジアムのライブができるなら、ワンオークのスタジアムライブ再現してみようかなと思ったわけです。あ、いいですね。なので、今回僕らライブハウスを抑えました。ライブハウスに、客を入れます。あ、普通に？はい、普通にお客さんを入れまして、まあそこに集まったお客さんを荒野行動のスタジアムに一気に集めて、そこで俺たちのワンオークのカバーを聴いてもらおうかなと。まあどんな感じになるかっていうのはね、見てもらわないとわからないと思うんで、まあ早速企画いってみましょうか。はいはい、ではこれが僕たちの作ったスタジアムライブです。ご覧ください。もう数え切れなくなって